ジュビロ磐田のファン、サポーターの皆さん、私、遠藤康人は、2023シーズンをもちまして、現役を引退することを決断しました。ジュビロには、2020年シーズンの途中から、参加というか移籍をさせていただいて、加入当初は、J2 でしたし、翌シーズンも J2 で戦って、見事優勝、そして J1 昇格といういい思い出ももちろんありますが、J2 に降格してしまったという悔しい思いも、しました。ただ、2023シーズンでまた J1 に上がることができて、で2024シーズン、J1 で、みんなが輝いているところを、陰ながら応援しなしたいと思っております。私自身、浜松での生活を本当に楽しめましたし、本当皆さんが優しくリスペクトしてくれて、素晴らしい約3年間を過ごすことができたと思っています。サッカーの部分でもすごく楽しく、毎日充実した日々を送ることができたのも、皆さんのおかげだと思っております。感謝しています。今シーズン、僕自身は、ガンバ大阪のコーチをすることが決定していますが、パナスタに、じゃねえや、スイータスタジアムかに、ジュビロの皆さんも来られると思うので、またその時を楽しみにしていたいなと思っております。で、まあ僕も、素晴らしい関係を、ジュビロ磐田の皆さんと、浜松の皆さんと築けたので、また僕も浜松に遊びに行きたいと思っております。約3シーズン、本当にお世話になりました。最高の思い出ができたと思っております。本当にありがとうございました。バイバイ。